に何が起こった？私は強いぞ、アピールか。11月に入って少し肌寒い気温になりました。でもハリーにとっては飛行するのにちょうど良い気温なのかもしれません。7月、8月は殺人的な暑さで、中南米原産の鷹といえども直射日光を浴びながら大空を飛ぼうとはしませんでした。日中は日陰に避難して暑い夏をやり過ごしていました。今はベランダで日光浴をしたり、縄張り内のパトロールを楽しんでいるようです。ハリーが何かに興味を示しました。ベランダに降りてきてしまいました。以前からベランダに敷いていた人工芝は強力な紫外線にやられてしまい、ボロボロになってしまったので新しい人工芝に変更していたのですが、この新しい人工芝はハリーにも猫たちにも評判がよく、たまに縄張り争いならぬ人工芝争いを引き起こしています。このサラサラな足裏の感触が気持ちよいのかもしれませんね。ハリーはもともと草原などでウサギやネズミなどを飼っていた鳥の仲間なので、この人工芝の感触が本能を呼び起こさせているのかもしれません。一方、猫たちも人工芝の上でゴロゴロしたいんですよね。でもこの上でボロボロすると砂ぼこりが体にまとわりつくから、ゴロゴロするとママさんに叱られるんです。ベランダに出ていいのかいけないのか様子を探っています。おまけに今は鷹が来ているので、飼い主の機嫌と鷹の機嫌の両方を探る必要があるんです。猫の生活もなかなか大変です。ハリーが猫が出ようとしているのに気づいて降りてきました。この人工芝を独り占めしたいんですよね。なんかハリーは狩りをして獲物を仕留めたつもりになっているようです。足裏の感触でスイッチが入ってしまうことがたまにあるみたいですね。買ったばかりの人工芝なので乱暴に扱うのはやめてほしいんですけど、
猫の光も今外に出たらとばっちりを食らうことを知っています。人工芝をむしるのはやめて。猫たちもあららって感じで見守っています。またむしったハリーちゃんやめて。ハリーちゃんお願いだから人工芝を襲わないで。人工芝が腫れちゃうから毛をむしらないで。いきなり何のスイッチが入ったんだ。網戸が破れるからやめてほしい。
通り破壊したので気が済んだんでしょうか。